ハンドメイド作家のみかこです。いつもご視聴ありがとうございます。そしてお久しぶりです。約1ヶ月ぶりぐらいになります。お元気でしたでしょうか？コロナ疲れはしていませんか？私はコロナの影響で通っているダンススタジオにもう約1ヶ月以上行くのを自粛しております。4月いっぱいもまだ行くのを自粛しておこうかなと思っております。なので運動不足で体がなまりまくっております。本当に早いとこ収束してほしいものです。約1ヶ月前に、動画の方で毎日投稿、3月いっぱい毎日投稿頑張りますという動画を出しました。実質2月の17日から毎日投稿しておりまして、約1ヶ月半ほど毎日投稿やりきりました。いやー、もう本当に慣れるまでが大変で、毎日こう時間に追われているやなっていう感じだったんですけれども、今はやっとルーティン化して慣れてきました。でやってみてチャンネルの方の変化が結構ありまして、動画の本数が71本になりました。そして50本を超えたあたりから、再生数の方がいつもですと5から10とかもしくは0でかんこ鳥が鳴いてるような状態だったんですけれども、50本を超えたあたりから、毎日、再生数の方が40とか50とかという具合に、少しずつですが増えてきました。ありがとうございます。そしてチャンネル登録者様の方も13名増えました。登録してくださった方ありがとうございます。本当に動画作りの励みにさせてもらっております。ありがとうございます。そして4月もなんとか毎日投稿頑張ってみたいなと思っております。もうネタがなくなったら終わりなんで、もしかしてネタ不足で大食い動画出してたりとか激辛を食べてたりとかあるかもしれませんので、たまにチェックしに来てみてください。それではチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバーイ。